いやでもね、その頃から結構鉄は今とはあんまり変わりがない。なんかこう技術にすっごいなんていうのこう考えるタイプ。いやこれこうでああでとかつってで俺もうあのレッスン時間終わってんだけど履歴書送って、その時は、はい、それこそテクニカルとかクラウンとか持ってた、はい、クラウン持ってました。何歳で持ってたの？やっぱりもっと1分1秒も無駄にしないぐらいの感じでやってるってこと。そうですね。うそげえよ。今のでね、仕事を出勤してきて朝朝礼やるじゃん、うん、その時にまあ、ペースの小野助もさ、いるわけじゃん。小野助の顔ってね、いつもあんま変わんないんだ。ついがおはようございますって感じなんだけど、鉄は技術的に悩んだり、もしくはあの言ったらもうメーカー合宿とか同連合宿とか行って帰ってきた次の日の朝。これを見てくれた皆さんには3名様に抽選で3名様にプレゼントいたします。おっ、その抽選方法は、